STMicroelectronics が送る STM32 開発エコシステムによる開発実習第4弾 SPI 実習編です。高速な通信ポートとして広く普及し、高いサンプルレートが必要な ADC や DAC などに利用される SPI を動かすプログラムの実装体験をしていただきます。それでは始めましょう。この実習ではマイコンに内蔵されている2つの SPI を使って、 SPI マスターとスレーブを構築し、SPI マスターからデータを送信し、SPI スレーブがそれを受信することを実現いたします。使用する機材は、ニュークレーボードと2つの SPI をボード上で接続するメスメスタイプのジャンパーケーブル4本です。GPI を実施のときと同じように、CubeMX を開きます。CubeMX の初期画面から、ニュープロジェクトにある3つのボタンのうち、 一番上のアクセス・トゥ・ MCU ・セレクターをクリックし、ポップアップされたウィンドウの左側のフレーム内になります。シリーズは STM3 に F4 を、LINE は STM3 に F401 を、パッケージは LQFP64 をそれぞれ選択します。そうしますと、右側のフレームにフィルターによって絞られたデバイスの一覧を見ることができます。その中の STM3 に F401RE をダブルクリックします。 デバイスを選択しますと図のような画面が現れ QFP64 パッケージの図で示された STM32F401RE が見えます続いてクロックの設定をしていきます画面上部にありますクロックコンフィグレーションのタブをクリックして開きます開いた画面ではコアクロックや p l ペリファラルに必要なクロックとすべてのクロック設定が GUI 上で行います 開いた画面の中央寄りに HCLK の設定がありますデフォルトでは 16MHz に設定されていますので最大周波数の 84MHz に設定しますそれでは SPI の細かい設定について行います 今回 SPI マスターとして使用するのは SPI2 です。左側のフレーム内にありますコネクティビティグループから SPI2 を選択し、モードコンフィグレーションウィンドウを開きます。開いたウィンドウの上段にありますモードをフルデュプレックスマスター、ハードウェア NSS シグナルをハードウェア NSS アウトプットシグナルに設定します。NSS は SPI のチップセレクトの信号で、この設定を行うと SPI マスターが通信を始める際に自動的に NSS ピンをローにし、通信が完了するとハイに戻してくれます。この設定が完了すると接続に必要なピンの設定が完了します。続いてクロックの設定を行います。SPI には APB1 に繋がっており、ペリファラルクロックは PCLK1 の 42MHz に設定されています。なお、SPI1 は ABP2 につながっており、プリガラルクロックは PCLK2 の最大 84MHz に設定可能です。ですので、SPI1 を使った場合、42MHz のビットクロックを使って通信することが可能です。今回、SPI 実習ではジャンパ線を使って接続しているので、 高い周波数のビットクロックで通信を行うと通信エラーになる場合があります。そこで今回はデフォルトの1 2分の1の設定、すなわち 42÷2 の 21MHz から256分の1に変更し、42÷256 の 164kHz に落とします。続いて S ペア2の割り込みを有効化します。コンフィグレーション内の n v i c Settings タブを開き、SPI に Global Interrupt の Enabled にチェックを入れて有効化します。次にスレ a v の SPI の設定を行います。SPI スレ a v として使用するのは SPI3 です。さっきの SPI2 と同様、Connectivity Group から SPI3 を選択し、Mode&Configuration Window を開きます。SPI3 は s l a として設定しますので、 モードをフルデュープレックススレーブハードウェア NSS シグナルをハードウェア NSS インプットシグナルに設定しますスレーブ側にはプリスケーラーの設定はありませんスレーブの設定の際にはこの画面から NSS の設定を必ず行ってください忘れると NS ピンが割り当てられないためマスターからのセレクト信号を受け取ることができませんデバイスのパッケージ画面から 直接割り当てて作業したとしても緑色にはならず、このメニューで設定することで初めて緑色に変化し、機能としてアサインされます。続いて SPA さんの割り込みを有効化します。Configuration 内の NVIC Settings タブを開き、SPA さん Global Interrupt の Enabled にチェックを入れて有効化します。最後に、 n v i c の詳細設定を行います。左側のフレームからシステムコアを選び、その中の n v i c を選択すると、モードコンフィグレーションウィンドウが開きます。先ほどの設定ですでに SPI2 と3の割り込みは有効化してありますので、今回もシスティック割り込みを優先させるため、SPI2 のプリエンプションプライオリティを2に設定し、SPI3 のプリエンプションプライオリティを1に設定し、 それぞれ割り込みの優先度を下げます。以上の設定によって、デバイスのピンにそれぞれのペリファルの機能が割り当てられました。ペリファルの設定から行うことでも、デフォルトのピンアサイメントが自動的に行われます。はい、ここまでの設定で、えー、図のようなピンの配置になりました。えー、スペア2の MISO、MISI、データピンですね。がこちら、PC2 と3に、えー AI2 のクロックは FPB の10ですねあと NSS ピンチップセレクトのピンは PB12 にアサインされましたでマイコンの設計をしている時によくあることなんですけどもこのピン機能のピンはなるべく同じような場所に配置したい例えばこの右下辺りにまとめたいとかいう場合があります配線の都合とかですね その他はパッケージの関係で他の場所に移動させたい、そんなことがあると思います。CubeMX にはですね便利な機能がありまして、移動させたいピンをコントロールキーを押しながらクリックしますと、移動先、移動可能な先のピンにマーキングをしてくれるこの PB14、右側、ビビジョンが青色に点滅しているのが分かりますかね。クリックするたびに点滅します。このようにですね、 移動先可能なピンをコントロールキーを押しながらやりますと移動したいピンをコントロールキーを押しながらクリックしますと移動先可能なピンがインジケーターとして青色に点滅しますと。でもしこの場所でよければこのままコントロールキーを押してこの MSO のピンをクリックしてドラッグをしますとこのように濃い青色に変わりましてこのように移動させることができます。 同様に SPI2MOSI こちらもですね移動させたいので PB15 にドラッグをしてきますとどうせですからこちらも SPI2 のクロックなんですけども13に移動できるということなのでこのように移動することができますこのようにですね基板の設計を考慮したピンの配置をしたいときに移動可能な ピンがどれなのかというのをコントロールキーを押しながらクリックすることで一発で判断することができましてそのままドラッコンドップするとその機能のピンが移動先のピンに移し替えることができますこの実習ではこのままですとこの先の実習支障がありますのでコントロール Z キーを押してですねアンドゥを押して戻してくださいデフォルトのままでこの作業を進めますので この先コードジェネ n e の際はデフォルトのままでよろしくお願いします。ここまでの設定でマイコンの設定は終了です。このあとは生成するプロジェクトファイルに関する設定を行っていきます。 画面上部にあります、プロジェクトマネージャーをクリックして開きます。まずはじめに、プロジェクトの名前を設定します。プロジェクトネームにプロジェクトの名前を設定し、プロジェクトロケーションには、プロジェクトを保存するルートディレクトリーを設定します。ここで重要な注意点です。プロジェクト名や、プロジェクトを保存するフォルダのパスに、全角半角スペース、漢字カナなどの2バイト文字を含めてはいけません。 使うツールによってはパスが通らなくなり、プロジェクトをビルドする際にエラーになることが報告されています。次にコード生成時の詳細設定を行います。画面左側の上から2番目にあります、コードジェネレーターをクリックします。デフォルトではビルドに必要のないすべてのファイルをプロジェクトフォルダにコピーする設定になっており、プロジェクトを作るたびに膨大な量のファイルが複製され、PC のストレージを圧迫することになります。そこで、 最上段設定2番目の Copy Only Necessary Library Files に変更し、不必要なファイルのコピーを防ぎます。これで初期化コードを生成する準備がすべて整いました。設定してこなかった細かな内容に関しましては、BET CubeMX のユーザーマニュアル等をご紹介しますので、そちらを参考にしていろいろ試してみてください。では画面右上にあります ジェネレートコードをクリックします。しばらくしてコード生成が完了すると、生成されたプロジェクトファイルを設定したツールチェーンで開くか、フォルダを開くか、一旦終了するかの選択肢を尋ねてきます。EWARM を使って開くので、オープンプロジェクトをクリックして開きます。ここで念のためビルドが通ることを確認します。EWARM のプロジェクトメニューから全てを再ビルド。 を選択し、ビルドします。SPA 実習では3つのプログラムを実装していきます。1つ目は SPA 割り込みの状態を監視して受信と送信のタイミングを制御するメイン関数処理で、二つ目は SPI の送信完了割り込み処理。三つ目は SPI の受信完了割り込み処理です。それぞれ詳しく見ていきましょう。まず、メイン関数処理です。メイン関数内ではマイコンの様々な初期化を行い、SPI が目的の動作をするように設定します。その後、各ステータス変数を0に初期化、送受信バッファーを0に初期化後、SPI 受信を開始し、SPI 送信を開始します。 SPA 割込み処理によって各ステータス変数に値が代入されることをループ処理にて監視し、送受信を行います。次に送信完了割込み処理です。送信完了割込み処理では、SPI マスターが指定されたデータ数を送信完了した際に、SPI にステータス変数に1を代入するだけです。受信完了割込み処理では、 SPI マスターから送信されてくるデータを指定数受信した際に SPI3 ステータ線数に1を代入するだけです。実際の受信したデータは受信開始の関数の引数で指定したバッファーに入力されています。続いて実際のコードを記入する際の重要な注意点をご説明いたします。CubeMX で生成されたコードにはユーザーコードビギンと ユーザーコードエンドのコメントの記載があり、このコメント文の間にのみユーザーコードを追記することが可能です。このルールにのっとって追記したユーザーコードは、GPIO の設定等を変えたなどなどをして、再度 CubeMX にてコード生成した場合でも保護されます。逆に、このコメント文の範囲外の部分にユーザーコードを追加したり、CubeMX で自動生成されたコードを編集しますと、 再度コードを生成した際に追記したコードは消えてしまい、変更した部分はすべて元に戻ってしまいます。なお、ユーザーがこのコメント文を模倣して記入しても、コード再生成時に消えてしまいますので、必ず生成されたコード内のコメント文の間に追記するようお願いいたします。では実際に main.c ファイルにコードを追記していきます。まず、追記箇所1箇所目です。 ユーザーコード begin include ンン、ユーザーコード end include の間に追記していきます。今回、PC との送受信データは ASCII 文字列を使いますので、string.h を include します。追記箇所2箇所目です。ユーザーコード begin pv、ユーザーコード end pv の間に追記していきます。SPI 割り込み判定のための変数である SPI にステータセン数と、 spi3 ステータス s 変数を追記します。共闘のアンダースコア2つですので気をつけてください。また、送受信データを格納する12バイト分のバッファーの spi2 バッファーと spi3 バッファーを追記します。追記箇所3箇所目です。ユーザーコード begin3、ユーザーコード end3 の間に追記していきます。説明のためスライドを分けてありますが、 コピペ用にスライドを設けてありますので、コピペの際には後ほどそのスライドから行ってください。実際のメインループの処理を追加します。送受信バッファーをクリアし、送信バッファーに文字列を生成し、格納します。受信を開始後、送信を行い、ユアートしてた線数を監視して分岐するコードを追加します。ある SPI Receive IT は、SPI 受信完了割り込みを発生させる、 SPI 受信開始のための関数で、第1引数に使用する SPI のハンドラを、第2引数に受信するためのバッファを、第3引数に受信バイト数を与えます。ある SPI トラスミット IT は、SPI 送信完了割り込みを発生させる SPI 送信開始のための関数で、第1引数に使用する SPI のハンドラを、第2引数に送信するためのバッファを、 第3引数に送信バイト数を与えます。追記箇所3箇所目の続きです。送信と受信を開始したら、それぞれの割り込み関数内で1に設定される SPI2 ステータスと SPI3 ステータスをボーリングして監視します。共に1となっていれば、それぞれのステータスを0にクリアし、ボーリングループからブレイクして抜けます。 追記箇所3箇所目のコピペ用のスライドです。追記箇所4箇所目です。ユーザーコード begin4、ユーザーコード end4 の間に追記していきます。こちらには SPI 送信完了割り込みコールバック関数処理を追記していきます。まず最初に SPI の送信完了割り込みコールバック関数処理を追記します。 どの SPI からの送信完了割り込みかを判断し s p i にステータス変数に1を代入するコードです次に SPI 受信完了割り込みコールバック関数処理を追記しますどの SPI からの受信完了割り込みかを判断し SPI3 ステータス変数に1を代入するコードです追記箇所4箇所目のコピー用のスライドです 追記が終わりましたら、プロジェクトメニューの中ほどにあります、Make を選択してビルドします。ビルド完了後、エラーやワーニングないことを確認します。ビルドが完了しましたら、 SPI2 と3を接続するため、ボード上のピンをジャンパ線を使って接続します。必ずボードは PC の USB ポートからケーブルを外し、接続を切った状態で行ってください。まず、SPI2 と3のビットクロックピンを接続します。ボードの USB コネクタを上に見たとき、左側のモルフォコネクタ CN7 の外側、一番上の一番ピンと、右側の モルフォコネクタ CN10 の内側、下から7番目の25番ピンをジャンパ線で接続します。続いて SPI2 と3の MISO ピンを接続します。MISO はマスターインプット、スレーブアウトプットなので、SPI マスターとスレーブのデータ線の接続は同じ機能名のピンを接続すればいいので簡単です。左側のモルフォコネクタ CN7 の内側、 一番上の2番ピンと、同じモルフォコネクタ CN7 の外側、下から2番目の35番ピンをジャンパ線で接続します。続いて SPI2 と3の MOSI ピンを接続します。左側のモルフォコネクタ CN7 の外側、上から2番目の3番ピンと、同じモルフォコネクタ CN7 の外側、下から1番目の37番ピンを ジャンパ線で接続します。最後に SPIA2 と3の NSS ピンを接続します。左側のモルフォコネクタ CN7 の内側、下から4番目の32番ピンと、右側のモルフォコネクタ CN10 の外側、上から8番目の16番ピンをジャンパ線で接続します。お手元のニュークレボードを PC と接続します。 接続されると、ボード右上にある LD1 が赤色に点灯し、ボード中ほどにある LD3 も赤色に点灯します。では実際にボードに書き込んでデバッグしましょう。プロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグを選択し、ボードにデータをダウンロードします。ボードと通信中 LD1 が点滅します。ダウンロードが完了するとデバッグモードに切り替わります。 ボードの LD1 は緑色に点灯します。では実際にデバッグしていきます。まずメインループ内の2箇所にブレークポイントを設定します。1つ目は、貼る SPR Receive IT 関数をコールするところです。 二つ目は、続くファイル文の中のブレイクです。行番号はコード編集の仕方によって微妙に変わりますので、目安としてください。次に、プログラム実行中の変数を参照する、ウォッチ機能を設定します。EWArm の表示メニューから、ウォッチを選択し、ウォッチ1を選択します。そうすると、ソースコード編集画面右側に、ウォッチ1ウィンドウが開きます。 今回参照する変数は送信バッファの SPI2 バッファと受信バッファの SPI3 バッファです。それぞれウォッチ1ウィンドウに入力して設定します。それでは準備が整いました。キーボードのエグキーを押して実行します。するとすぐに先に設定した一番目のブレークポイントで停止します。この時、 送信バッファである SPI2 バッファーに送信データである STM32F401RE の文字列が格納されています。変数名の左にあるプラスマークをクリックするとバッファの中身が確認できます。再度 F5 キーを押して実行します。するとすぐに先に設定した2番目のブレークポイントで停止します。 この時、受信バッファである SPI3 バッファーに SPI2 から送信された文字列が格納されています。変数名の左にあるプラスマークをクリックすると、バッファーの中身が確認できます。正しく、s t m 3 2 f 4 0 1 r e の文字列が受信できていますでしょうか、はい、では実際のデワーワク画面を表示します。えー、まずですね、ブレイクポイントを貼っていきます。 えー、113行目あたりのですね、ある SPL レシ c e i IT のところにブレイクポイントを貼りますで。もう一つはですね、ファイルブの中にあります、えー、ブレイクのところに、えー、ブレイクを貼ります。ブレイクポイントあります。えー、その後ですね、えー、表示メニュー,、えー、こちらの方からですね、えー、ウォッチを選びます。えー、ウォッチの1を選びまして、えー、選択します。クリックしますと、 画面右側にですね、落ち1ウィンドウが現れます。ここにですね、SPI2 バッファーと SPI3 バッファーを追加していきます。コピーペースするのが一番簡単ですね。こちらも SPI3 バッファーを入れていきます。左の十字ボタンを押すとですね、バッと広がりまして、バッファーの中身が見れるようになっています。 中身文字列0を全部、えー、ヌルになっています。で、そうしましたら、えー、これをですね、実行していきます。えー、すると最初のブレイクポイントのところで、えー、止まりまして、SPI2 バッファーにですね、初期化された STM32F401RE、この文字列が入った状態で止まります。 続けてそのまま実行して、次のブレイクポイントであるところに止まりますと、受信バッファーである SPA3 バッファーに、SPA2 からのデータが受信された結果の STM32F401RE の文字列が入ることが確認できます。実際にユーザーアプリケーションに追加した際に使った h a l ドライバーの簡単なご説明をいたします。まず一つ目は h a l s p i Receive IT です。 SPI 受信完了割り込みの発生を伴う SPI 受信関数です。こちらの第一引数には SPI のハンドラを指定します。第二引数には受信データを格納するバッファーを。第三引数には受信サイズをバイト数で指定します。二つ目は HARLSPI Transmit IT です。SPI 送信完了割り込みの発生を伴う SPI 送信関数です。 こちらの第一引数には SPI のハンドラーを指定します。第二引数には送信データを格納しているバッファーを、第三引数には送信サイズをバイト数で指定します。最後は、a る SPI RX TX Complete Callback です。CPLT は Complete の略です。SPI の受信もしくは送信完了割り込みの発生時にコールされる関数で、第一引数に どの SPA からの割り込みだったのかの情報が格納されています。実際のドライバのソースコードは、プロジェクトを保存したフォルダにある Drivers Directory 内の s t m 3 2 f 4 x x h るドライバーフォルダにあります。ドライバの使用方法に関しましては、該当のソースコードやヘッダーやコメント文、またはウェブに公開しているユーザーマニュアル1725番、 UM1725 にてご確認ください。資料には Web リンクを埋め込んでありますので、クリックして参照してください。では最後に動いたままのボードを止めてデバッグを終了します。EWARM のデバッグメニューからデバッグの停止を選び、デバッグモードを終了します。その後、EWARM も CubeMX も終了させます。 実習していただいた感想はいかがでしょうか比較的簡単に動作させることができたかと思います。STM32 マイコンは各種のソフトウェアが準備されています。次のスライドに STM32 マイコンのインターネットで入手可能な便利なリンクをまとめましたのでご活用ください。これで SPI 実習編を終了します。 続いて ADC 実習に入ります。STM さんに開発エコシステムによる開発実習、ADC 実習編を開いてください。